ちは。スターシードです。なんだっけ。宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ノムコです。チカコです。なんじゃそりゃ。今日はね、なんかね、気づけば、子供の頃から、幾度となく聞かされてきた、眠りの言葉？眠りの言葉、についてちょっと、眠りの、例えばね、苦労は勝手でもする。めっちゃ言われた。言われた。子供の頃からすげー言われた。言われた。マジに？すげー言われたよ。勝手でもした方がいいんだって思ってた。黒買うんよ。買えわざわざ。なんでってそれした親戚のおじさんとかに言って、なんでって聞いたら、その黒は必ず後で花咲くからみたいな感じ。すごいふわっとした。そのおじさんは咲いたんだろうか。ローとかなんかこう、ね、努力とか辛抱して一生懸命頑張るとかが本当いいっていうことを言われてたよね。ね、すごい素晴らしいもの。素晴らしいこと。かのように言ったね。学校でもそう。まだ言ってんのかな。道徳の時間とかね。子供たち意味わかんないの。でしょうね。だってそんな苦労とかっていうワード自体で、もう周波数下がるもんね。テンション下がる。重い。苦労とか努力苦労しなくても大丈夫。ねえ、ご機嫌を買いましょう。買いましょう。お金を払って。本当に。それが正解ですよ。だから自分のためにお金をむしろ使う。ことで喜びがやってくる。なんで嫌なこと金払わないで、その喜びのルンルンしてるやつが その1週間後の未来を、につながるわけなんだから、相当な M な人だったらな、楽しいかもしれない。楽しいか。びっくりするよな、この苦労がいつか報われるみたいな感じでやるのが好きな人もいるのかな。苦しければ苦しいほどその反動でみたいな感じじゃない。石の上にも3年もるよ。もういる。それもよう言われた。私仕事をコロコロ変えてたんだ。めっちゃ変えたの。3年はあんた最低やらんと、その仕事の本当の良さが分からんじゃろ。めちゃめちゃ親とかに言われて、3年長って。長いわ。かくないですか。楽しいんならいいけど、いや、合わないなって思いながら、ずっと我慢しないといけないなんてね。最初は嫌でも慣れてくるんよとかって言ってたよね。うわ、病気になるよ。なりました。なりましたか。3年も続けてないけど、なんか我慢すると体のどっかに出てきたり、精神を壊したりね、必ずそうなるんですよ。じゃあ石の上でご機嫌に踊ろう。これで3秒。石の上で3秒で飽きる。飽きすぎ。ちょっとこの間も言ったけどさ、結婚は忍耐だっていうやつ。やめりゃいいじゃん。最初からそれ。いや楽しくやりゃいいじゃん、ね。そう。楽しくやることが良くないことだったのね。ってこと？なんかそういう言葉が逆にない気がする、あんまり。そうだね。苦労すれば良くなるみたいなさ、嫌なことを乗り越えればみたいなことさ。でしょ。
なんか、うん、あれもなんか忘れたけど、うん、利益は、うん、利益、なんか天から降ってこないから、うん、なんか自分で頑張れみたいなのもあって、うん、だから働くも、ああ、働かざる者食うべからず、めっちゃ言われたそれ、言われためっちゃ言われた、働かざる者食うなって、じゃん、これもう無価値観から発生してる言葉だよね、完全に。なんかね、働かない人は食べたらいけんらしい、うんうん、存在自体尊いじゃん、うんうん、じゃあ子供は食うなってなることになるよね、うん、本当だ、病気の人は食うなってことになるひどくないかよく考えたらひどい、専業主婦は食うなとかなる、こんなに働いてるのに、うん、そう、お母さん笑ってるだけでお金もらったらいいんだ、うん、ね、うん、なんかこう知らず知らずのうちにそうやって、うん、あのそういう言葉でブラックマジックみたいだね、うん、それ魔法かけられてたのかな、稼ぎたい人は稼いだらいいと思うね、うんうんうん、お金稼がなくても、うん、絶対なんか人の役に立ってることがある、うんうん、誰だって、うん、まあ全て自分を満たすっていうか、自分は楽しくないのに人を幸せなんかできない、うんだから人の役に立たないといけないとか、うん、自分を差し置いてまず人っていうのも違うじゃん、うんうん、そうそう違う、うん、結局違う、自分よ、うん、そうなの、そうよ、そこすっぽ抜かすから、そうなんか電池切れになって結局いいことにならんじゃんね、うん、誰にとっても、それをなんか良くない風に思わせるためにわがままとか自己中とかそういう言葉も あるの、うん、ね、今まではね、わがまま身勝手なことをしたらいけないね、そうでもいいんですよ、うん、はい、うん、なんかこうわがままになったらなんか統制できないっていうか、もうめちゃくちゃになるんじゃないかっていう思い込み、うんうんうん、じゃあみんながわがままになった状況をやってみたんかっていう、やったことないないもんね、うん、そう本当よ、これが実にすごい素晴らしい分かち合いになるんですよ、うん、実は世界平和につながる、うん、ね、うん、だからできないことは誰かがやってくれるっていうかさ、うん、そうそうそう、自分で何でも しようとするから大変なわけで、そう、できる人が やる、その人も喜びを持ってやれる、うん、そういう世界が一番ね、うん、居心地いいもの、うん、やりたいことだけやってればいいんだもん、そう、得意なことを、そうそうそう、ね、うん、なんかこうやり、お互いにそう自分が喜んでやることが人の役に立つっていう感じ、うんうん、そう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 、うん、そう、不思議とそうね、だからもーちゃんだったら自分が歌うことが大好きで、うんうん、それをやってるとなんかみんなが喜んでくれるみたいなね、好きなことやってるだけなのに、そう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 、そういう世界が本当に、そう、私も幸せだし、うん、お客さんも幸せだし、いいことしかないっていうことしかないんです。はい。ねえ。ねえ。じゃん。二方もね。そうよ。好きなことばっかりやってね。そんなももちゃんを例えばももちゃんの旦那さんが、うん、いやもう主婦なんだからもう家のことだけやっとけばいいとかね、そんなことをやる必要はないとかいう人だったらね。うん。どうすんの？何も考えられなかった。でも中にもですね、世の中にはいると思うよ。そうですよ、ね。でしょ？いるいる、うん。奥さんには家におってほしいっていう男の人いまだにいます、うんうん。だから家におるのが好きな奥さんだったらいいよ。そうだね。うん、家のことが大好きな人もいるからね。それはそれでいいけど、そうじゃない人だったら、うん、心が死んじゃう。うんうんうん、
も昔はできたのかもしれない。それ昔の女の人ってさ、ね、それこそ辛抱強いというか、そんな人と何十年も一緒にいましたねっていう人ばっかりじゃない。そう、我慢したわ何十年。なんかこう離婚するのはこう世間的に、うん、そうそう恥だったよね、そうそうっていう人が、一昔前はね、うん、だからもう我慢して我慢して、そう、うん、昔の人すごいよかった昔の人じゃなくてそう、我慢できないよ、茶碗投げられて我慢とかさ、うん、こうなんかほら茶舞台がし星ヒューマンさんいや分かる分かるお父さん、うん、そう、いや、あんな人ばっかりだったらしいよ、らしいよっていうか、うん、あ昔の人そうそう、そういう話を、うん、昭和の男はそんな人、うん、そういうもんだって普通、うん、キャーひー一回やったらもういや、もうバイバイよね。何してるの？無理無理無理。そんな人はもうこの令和の時代では生きていけないもんね。もうだってそんなんされたら、ちゃぶ台返しよな。逆にそう。投げたのをかなり拾ってきた。返す。新しいそうそうそう。おもろい。それが普通だったっていうことは、それだけ地球が重い周波数だったってことよね。分かり通っとったもんね。すごいよな。もうクレイジーです、それ。クレイジーだよ。本当クレイジーよ。狂ってる。本当です。よかったですね。現代の人で皆さんね。これからはね、女性が活躍できる時代と言われているので、はい、女性の方はね、やりたいと思ったらね、うん、ちょっと挑戦してくださいよ、うん、いろんなことに。そうです。うん、そうやると決めることですね、うん。そう、まず決めたら何か動き出しますから、うん、必ず。そう、うちの旦那は許してくれないとか、うん、思ってると本当に許してくれない。それも幻想ですから。うん、そう思ってたらそうなりますので。うん、そうですね。はい、やるってもう。決めちゃうと、そう、そこで反対されて、うん、あ、やっぱりやめたっていうんだったら、うん、そこまでの覚悟なんですよ。試されてるって思ってくださいね、うんうん、絶対誰かしらの反対来るよね、やりたいことやろうとしたらね、うん、そう周りいや、みんなね、あの、同じ人間なんで、ある意味勇気がいるんですよ、うん、やるときって、うんうんうん、簡単にやってるようで、私たちも、うん、結構ね、うん、そう簡単にやってるいや、あるよ、やっぱりいや、うん、いや、そりゃ、うん、なんか、うん、第一歩踏み出すときはドキドキするし、うん、そうね、どうなるかわからないことじゃない？そうですね、そう、だってさ、宇宙の会最初やるときもさ、うん、も前も言ったけど、うん、何人来るかわからないしさ、うんうん、そうよね、そう、だからイベントやるって言ったって満員になるわけじゃなかったりするじゃない、うん、10人かもしれないじゃない、大きい会場借りたってさ、うん、それでもおかしになることだって普通にあります。そう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 、それが成功とか、うん、それもね、あの幻想だし、うん、そう、やりたいからやるの、そうそうそう失敗とかもないから、うん、そうそうそう、やると何かにつながる何かが起きるっていう、うん、そうなんよ、必ずね、やらなきゃよかったって思わないもんね、そう、仮に赤字だとしても、うん、そういうことよ、うん、そうね、お客さん0人でもやるって自分たちが楽しいもん、そうそうそう、うん、そういいの、それで、うん、いい経験になるし、うんうん、死ぬ前にね、あの、あれもやっとけばよかった、これもやっとけばよかったってみんな思うそうですよ。だから、うん、今思うんだったらしたくないな、ね、死ぬ時やってくださいよ、うん、今やる、うん、やり尽くして死にたい、うん、いや、若かったらやるんだけどなとかって言う人いるでしょ、いる、若くてもやらないからそういう人そんなもんなんですよ、そうだよ、うん、そうやって理由付けしてね、うん、何歳ならやるんだよそういうことですね、いつもなんか新しいことをしてるよね、うん、うん、いや、
そう。なんかそうしたくなる。したくなる。変化したくなる。あ、宇宙は変化だから。うん、そうそう。安定なんかないから。そう、常に変化的に。うん。そう。飽きちゃう。いいんですよ。うん。それが楽しいもんだって。うん。楽しい。してたらなんか知らんけどうまくいく。そうサポートが入る。そう。変なサポートが入る。ここで？ここで？すごいサポート入っちゃったしね。ありえないこと起きるんですね。そう、できないサポート。もう人間の力じゃない。うん、そうなん本当に。そういうこと。まあ試しに。はい。どうぞ。うん、どんどんやっちゃおう、はい、というわけで、はい、ではまた、はい、ではご